こんにちは、さくらです。私が入院中なんかにすごく使って重宝したバンダナを紹介したいと思います。これ帽子タイプなんですけれども、例えて言うならもうテンセルとかレイヨンとかそういう感じの柔らかさで、伸縮性があって、もう触っててすごく気持ちがいいので、荒れた頭皮にもすごく優しいです。抗がん剤治療の時の点滴中に気合を入れるためとモチベーションアップのために使ってました。可愛いので巻いてみようかなと思います。こうやっていろいろね、かぶり方はあるんですけれども、すごく簡単なかぶり方が一番いいのかなと思うんで、よいしょ、こうやってね、こうなってますね。これね、鏡見ないとなかなかできないんですけど、でも治療中で体がだるい時でも絶対できますんでね。はい、で後ろからこうやって回してきます。はい、できない人はここ後ろでも縛っちゃえばいいと思うんです。もしくは中に入れちゃうか、寝る時にここに塊があると痛いので横で縛ってもいいかなって思います。私はよいしょ、これをねこうしてこうして、やりにくいなぁ、よいしょ、できない、通してできてるちょっと自撮りだとやりにくいです、よいしょ。まあいいや、こんな感じでね、ピピピピピピッと、ピピピピピピッと、こうやって、はい。ちょっとあんまりうまくいかなかった。ネットで買いましたね。8000円ぐらいだったかな。このタイプじゃなくて、普通にかぶる帽子のタイプもあるんですよ。これは6000円ぐらいだった気がするんですけれども、ちょっと今名前出てこないんで、リンクがあれば貼っておきます。はい。これすごく気持ちいいので、8000円高いかなと思うんですけれども、やっぱりね、病気になるとご褒美が欲しい。特に抗がん剤をやるとご褒美が欲しいんですよ。頑張った証が欲しくって買いました。はい、これだけでも本当にテンション上がるし、あと家にいる時に抗がん剤やった後とかって結構汗がね、ブワーって出たりするんで、これかぶってるとすっごく気持ちいいし、肌が荒れなくてよかったです。なのでご紹介しました。さくらでした。